2年くらい前にお庭のベース作りに少し関わらせてもらったエスチョロさんから、綺麗なお庭の写真と一緒に近くに来たらお庭に寄ってくださいっていう嬉しいお便りが届いたんだ。4坪くらいのお庭でそれほど無理もない感じで綺麗に可愛く小さなローズガーデンを楽しんでいる様子が伝わってきたから、エスチョロさんに教えてもらったコツとともにこのお庭の秘密を紹介するね。みんな席についてね。もうついてます。今日は小さなローズガーデンの大きな秘密を実例を見ながら紹介するね。先生、授業のタイトルが大きな秘密とか言って大げさすぎないか心配です。あ、ありがとう。じゃあ先に秘密について話して後でゆっくり解説をするね。はい。あのね、この4坪ほどの小さなローズガーデンは実は花壇もアプローチもないんだよ。お庭作りって言ったら花壇とかアプローチとかウッドデッキとか芝生って最初に思いつきそうなんだけど、どれもないんだ。ないんですか。うん。これは実はコストパフォーマンスだけの話じゃなくて、お庭の見え方にも関わる話だから、このメリットも今日は解説したいんだ。ちょっと面白そうです。うん。エスチョロさんのお庭はこんな環境だったよ。ちょっと階段を上がって玄関に行く途中、右側に4坪ほどのお庭があるんだ。お庭を持つといろいろとやりたいことが出てくると思うんだけど、スペースが限られている場合、何をメインにするか、お庭の使い方を絞るとうまくいくことも多いんだよね。エスチョロさんはバラや宿根草、ガーデニングを楽しみたいっていう希望が一番にあったと思うよ。でね、花壇を作るメリットっていうのは、お庭のエリア分けが整理されたり、土が高くなる分水はけも良くなったりすることなんだ。でもエスチョロさんはバラや草花を楽しみたいんだよね。デッキを作って芝を張ってアプローチを作って花壇も作ってっていう普通の構成にすると、植物もあまり植えられないし、花壇の中に木も植えると植物が横一列みたいに並んじゃうかなって思ったんだ。だから提案したお庭の形はこんな感じ。階段を上がってポーチに行くまでの間には水道もあるから、ここの行き来は頻繁にありそうだし、水道も使いやすいように一番歩くところはサークルになる平板で床面を安定させたよ。でも草花のメンテナンスとかもしやすいように小さな円のサークルは飛ばして設置したんだ。その他のところは植物が植えられるようにほとんど地面で残したよ。あ、先生、奥にスリット状のフェンスもあります。あ、これはね、列柱って言うんだけど、アイアンウッドの角柱を立てたね。お隣さんの玄関がこちら側にあるんだけど、お隣さんが玄関を出て人の家が見えると落ち着けないかもしれないし、気も使われてしまうだろうから申し訳ないって、適度な落ち着きを作れるものはないかって考えて、この風通しのいい列柱と柔らかい落葉樹の爽やかな葉の重なりを選んだんだ。なるほど。お隣さんにとってはこうなってると落ち着く気がします。そうだね。そして植栽の背景にもなってくれてるね。平板を置いて周りは全部土、植栽っていう考え方を簡単に説明するとね、アーバンシーン、都会の庭とかだとコンクリートとかタイルとかの安定素材がベースになって、花壇で長方形とかの図を描くっていうことが多いんだけど、これはベースが土でそこに安定エリアの図を描いたパターンなんだよね。こっちのメリットは残ったところは全部植栽にできてぐるっと植物を植えやすいね。ガーデニングを楽しむエスチョロさんからしたら、小さな花壇があるだけだと物足りないと思うから、ベースを土で考えて思い切ったこういう比率のデザインもありなんじゃないかなって思ったよ。はい先生、四角より丸の方がいいんですか。あ、四角で提案することっていうのも多いよ。でも、まあ、あの円には円の面白さっていうのがあって、円をねどう配置するかとか、この2つの円の関係性とかで
周りの土の面積の広さ、懐の深さとかも変わってくるから、木を植えたい場所っていうのをあえて広めに土の面が残るように配置したり、植栽エリアにメリハリっていうのがついて面白いね。あとね、メンテナンスしやすいようにって置いた小さな円も実は重要でね、この円があることでこの中からは草が生えてこないじゃない。だからこの空中上部に間というか空間がちゃんと残って、うっそうとした感じになりにくいんだよね。でも先生、エスチョロさんは後で足の置き場を足しているから、先生の計画ではステップが足りなかったと思います。あ、痛いところをついたね。そうだね、実際メンテナンスっていうのは割とこう踏み込んでいったりするから、これじゃ足りなかったね。さらにもう一回り小さな円の安定エリアとかも設置したかったかもね。ここからはエスチョロさんに教わったいくつかのコツっていうのも紹介するね。まずエスチョロさんはバラが大好きなんだけど、お庭の広さを考えて、バラはねコンテナで大きさとかよりも花を楽しむみたいに割り切ってるんだよね。コンテナの長所っていうのはバラが大きくなりすぎないっていうことだけじゃなくて、移動もできるでしょ。だからそういうことも楽しみの一つにしてるみたい。育てているバラは手前からリラ、オリビアローズオースチン、ローズポンパドゥールだって。そして日当たりの悪い奥の方はギボウシやヒューケラでほったらかしにしてるって言ってたけど、小花が多いからこういうギボウシとかヒューケラみたいな面のある大きな植物たちは安定感をもたらすいい仕事をしてるし、ヒューケラの色選びとかもいい感じだよね。あとね、うまいと思ったのはその隣に平板と同じ色のテラコッタの鉢を置いているところ。植栽の箸休めにもなっていると思うんだけど、実はここにも大きな秘密があって、このね写真はゲストが立つ位置からカメラを構えていると思うんだけど、この足場、大きな丸からその先に中くらいの丸があって、そして最後にこの小さな壺、これが庭の一番距離が出る斜めのラインに手前から同じような形と色で大中小ってあったら遠近感がぐっと出るよね。これは上級のテクニックだよ、覚えておいてね。こっちはあえて高さを出して鉢を飾っているらしいんだけど、部屋の中から見てもいい位置、いい高さだし、ゲストの位置から見ても黄金色の葉の下付けの手前によく生える紫の花っていう並び方は美しいね。はい先生、エスチョロさんは計算してるんですか？こういうのはね、計画的にすることももちろんあるし、計画しなくてもなんとなく美しく見える配置っていうのが感覚的に分かっちゃうっていう人もいるよね。だから計算しててもしてなくても、どっちだったとしてもすごいと思うよ。先生、ちなみにこの木は何ですか？ジューンベリーと青玉だね。これだけ緑が見えると住宅地といえども、リビングから見た外っていうのは見た目が気持ちいいだろうね。はい、爽やかです。なんていうか、写真を見てるとね、これだけ植物があっても自分のペースでガーデニングが楽しめているっていう感じがするんだよね。だからかな、写真見た時にすごく嬉しかったんだよね。先生、ここはアプローチも花壇もないけど綺麗なお庭だったと思いますね。エスチョロさんのセンスが光ってたね。今日の授業はここまで。日直さん、キリッレッ、ありがとうございました。着席。最後まで見てくれてありがとう。チャンネルを応援してくれるときは高評価、グッドボタンとチャンネル登録をクリックして、壁チョロの新しい動画をお知らせするベルのマークの通知もオンにしておいてね。